天体写真、天体写真、天体写真、A、アストローファタグロフィとは、天体、惑星、衛星、光星、水星、星座、星雲、星団などを撮影した写真のこと、天文写真と呼ばれることもある。一般に、天体写真は、被写体が暗いので、シャッター速度を遅く、すなわち露光時間を長くして撮影することが多い。この場合、 宇宙に多い h α 線に対し、人間の目は赤い光として極めて淡くしか、測られないが、フィルムや CCDC モスなどでは、比較的にフラットな感度となる。従って、情報量が増えた分、天体写真と実際に目で見た星や星雲とは、色や形が違ったものとなる。さらに露光時間を長く撮ることで、肉眼では、その瞬間が点として知覚されるだけなのに対し、 天体写真は地球の時点や天体の動きが線として蓄積的に現れる結果となる。地球の時点の影響を軽減する目的で赤道儀式課題が発明され、さらにモーターの搭載によって地球の時点の影響を自動的に打ち消すモータードライブ付き赤道儀も存在する。撮影機を地上、または 経緯大式課題に固定して行う撮影スタイルを固定撮影、撮影機をモータードライブ付き赤道儀式課題に搭載して行う撮影スタイルをガイド撮影と呼んで区別してそれぞれの写真を星系写真、星の写真と分類する。固定撮影の際は天体は地球の時点運動により見かけ上動く日周運動をため長時間の露出をすると同心炎上の功績として映る。 地上の風景を考え効果的に映せば優れた天体写真となる。また、月や動きの速い彗星の動きに合わせて望遠鏡を長時間追尾し撮影すると対象でない天体は固定撮影のように奇跡が映る。ガイド撮影の際には記録する映像の倍率が大きくなればなるほど光量が減り動きの誤差が拡大されるので赤道儀式課題は倍率に見合った頑丈さと精度が 要求される。天体写真はカメラ単体で撮影される場合と、集光力や分解能を上げる目的で望遠鏡などの機器を用いて拡大して撮影される場合がある。カメラ用のレンズの代わりに望遠鏡などの対物レンズを使った撮影方法を自家小撮影法、対物レンズと観光部の中間に接眼レンズを入れる撮影方法を拡大撮影法という。 カメラの標準のレンズが取り外せない、コンパクトカメラ、コンパクトデジカメ、携帯電話など、移動体端末の場合には、望遠鏡の接眼レンズ、または、マルチモノピュラーに映った像をそのまま撮影す、る、簡易撮影法、コリメート法が採用される。フィルム写真が主流であった時代には、天体写真は、数時間という膨大な時間がかかることも稀では、なかった。 フィルム写真は、相反則吹きという現象があり、長時間露出をすると感度がかなり落ちる。それに対して、最近のデジタルカメラや CCD イメージセンサを使用した天体写真は、感度が低下する相反性吹きの問題がなく、比較的短時間で天体写真を撮ることができる。逆に、長時間露出をすると画像音にノイズが乗るため、短時間で露出を切り上げ、 画像を合成する方法が一般的になっている。冷却 CCD カメラを使用すれば長時間露出してもノイズが乗らないため微光天体の撮影に使用される。また、義務演識、写真フィルムの場合、水素増感等の増感現像処理も用いられる。CCD カメラの場合、35mm フルサイズカメラに比べて、撮像面積が狭く、小惑星や水星。 新生、超新生の探索に用いられる、シュミット式望遠鏡等の光視野の光学系を持つ望遠鏡の場合、有効視野を十分に利用できないので複数の CCD をモザイク上に配置し後で画像処理で合成する手法が用いられる。ガイド撮影法に関しては、星雲や星団等の微光天体の撮影においては、ガイド性を目印に、 赤道儀によるピリオディックモーション等によりずれないようにガイドする。10年くらい前から、ミード等から販売される CCD カメラで自動的にガイドする装置も普及しつつある。また、国立天文台ハワイ観測所スバル望遠鏡や、ミード LX200 シリーズのように、軽緯大式課題でイメージローテーターを使用して天体写真の撮影に用いられる。また、 ノイズができるだけ乗らないようにカメラや CCD を冷却する方法も模索されている。Hα 線をより映すことができるようにデジタルカメラの CCD の前に必ずついている。赤外線カットフィルをメーカー保証外になるにもかかわらず外す人や、それを代行する業者もある。月や惑星の天体写真ではビデオカメラなどで動画形式で保存して、 そこから写真を作り上げる方法が確立されつつある。高倍率で月や惑星を見ると、大気の歪みで映像はどうしても揺らぐ。この揺らぎのまま動画で記録し、コンピュータ上で処理することによって、歪みが少ない映像を選択したり、歪みを補正したりして、優れた天体写真を作ることができる。最終的には、熟練した人のスケッチに相当する映像処理を実現できるとも言われる。 この手法の場合、後でコンピュータ処理をするため、高価で精密な赤道儀式課題を必ずしも必要としない、安価な経緯台式課題で惑星写真を撮る人もいる。流星観測の場合は、カメラのレンズの前に回転するプロペラのような回転シャッターを置くことによって断続する流星の奇跡から移動速度を記録することができる。天体写真には、 科学的な研究目的で撮影されるものと趣味などで撮影されるものがある。専門の天体写真家はあまり存在しない。例えば天文台などで天体写真を撮影する場合があるが、それはあくまでも研究の補助であり、撮影自体を仕事としているものはほとんどいない。天体写真を撮影する者の,の多くはアマチュア写真家である。一般に、 現代の天文学は極めて多額の資金を必要とし、その成果はアマチュアには手の届かないものとなっている。しかし、上記に挙げた天体写真に関する最近の様々な技術の工夫はアマチュア種によるものが多い。現在はフィルムカメラからデジタルカメラへの急速な移行期にあり、デジタルカメラも技術革新が著しい。天体写真の分野も現在種々の工夫が試みられ、 また、天体写真を撮る機材や画像を処理するプログラムも高度化しており、天文雑誌に載る天体写真のレベルも昔に比べてかなり向上している。また、一般の写真雑誌でもほとんどが固定撮影ではあるが天体写真を取り入れた写真が増加している。これもデジタルカメラによって天体写真を撮ることが容易になってきたということが原因出ると思われる。 1980年代には、増刊処理やサバチェ効果等、写真的手法による画像処理が行われたが、1990年代に入り、パソコンが普及すると、フィルムスキャナーで取り込んだ画像を、フォートシャップ等のデジタルが処理ソフトで、画像処理する手法が普及し始めた。やがて、CCD カメラで撮像した画像をそのまま、電子媒体を介して、画像処理する手法が定着する。 インタラクティブアストロノミーではその手法が紹介された。1980年代から一部の愛好家の間で実験的に進められてきたが、1990年代以降、インターネットの普及により昼間でも地球の裏側の夜の地域の望遠鏡を遠隔操作して CCD カメラで画像を転送する身が一部の公開天問題や愛好家の間で行われている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。